それでちょっと外配信ができなくてですね、今日は、教会から放送します。はい、おはようございます。今日のタイトルはですね、ゲイの方々、ゲイの方々、イエス様あなたを愛しています。今日ですね、ある方からあるニュースを受け取ったんですね。で、そのニュースを読んでいてですね、思わされてテーマにしたんですが、どういうニュースかというと、このニュースなんですね。ジェシカさんの、自殺のニュースなんですが、ちょっと貼りますので、このニュースですね。どういうニュースかと言いますと、ちょっと簡単に説明しますとですね、アメリカのオハイオ州にですね、クリスチャンの、家庭があって、その息子に、トランスジェンダー、ゲイのですね、息子がいまして、その息子がですね、やっぱりこの親がですね、理解してくれない、親が理解してくれないので、苦しんで自殺をしてしまった。で、それをですね、後でこうネットでですね、ネットにこう出るようにセットされていて、数時間後に遺書がですね、SNS に公開されたということなんですね。この問題はとても大きな問題で、特にアメリカではとても大きいと思うんですね。あ、トランスジェンダーとゲイとは一緒にしないで、あ、そうですか。私もですね、十分な理解ができてないのでですね、間違ってしまうところもあるかもしれません。分かる範囲でですね、はい、菊池さん、キューちゃん、おはようございます。イエス様、我々一人を愛しています、ね。はい、あまり十分理解しないままで何か話するのも良くないのかもしれません。分かってる範囲で、少し話をしていきたいと思いますが、問題はですね、何かということですね。問題は何かということです。で、その、いわゆる古い言い方ですればですね、同性愛という言い方があるんですが、旧約聖書、新約聖書の教えの中からしますと、同性愛は良くないものというふうに書かれているんですね。ちょっとその部分を読みたいと思うんですが、それはローマ1章にありますね。ローマ1章ですね、1の26をちょっと読むと、こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然のよう不自然なものに変え、同じように男も女の自然の世を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する自然の報いを自分の身に受けているのです。こういう箇所があるんですね。そういうわけで、クリスチャンにとってはですね、その同性愛というのは、その神様の、その
神様に対しては正しくないと考えます。でもこれはですね、同性愛に限ったことではありません。例えば殺意、争い、まあ、29節、23節にあるように陰口を言う、人と人を思わぬもの、高ぶるもの、悪事を働くもの、約束を破るもの、まあ、人間の罪っていろいろあるわけですね。エリさん、おはようございます。その暴力とかね、暴言とか、まあ、とにかく人間にはいろんな罪があって、そういう、まあ、罪というものに対して私たちは、まあ、悔い改めていくわけなんですけれども、その大事なのはですね、イエス様はそういう罪の人たちを裁いたり責めたりするために来たんではないということですね。そのイエス様はですね、そのそういう罪人の人たちをですね、癒しに、救いに来たというのが十字架です。十字架っていうのは、その人間の、人間がですね、罪があって、その罪のゆえに、その、まあ、例えばですね、犯罪者ですね、犯罪者の人たちを憎んで差別をして毛嫌って、そういうふうに、人間の罪というのはまさに差別したり憎んだりすることが罪なんだよということをイエス様は教えているわけです。つまりですね、むしろクリスチャンこそですね、クリスチャンこそ虐げられた人たちを愛し理解し、彼らを差別しないということこそ本来のイエス様の教えなんですね。本来の教え、イエス様の本来の教えはですね、その人を本当に受け入れる、罪人を愛するという、それがその神の愛なんですね。それが十字架なんです。十字架っていうのは罪人のために命を捨てたという、まあ、イエス様の愛なんですけど、ですからこの今このニュースの中でですね、クリスチャン、親がクリスチャンなんですけど、クリスチャンがですね、自分の息子がゲイであることを、まあ、一応喜んでないということは仕方ないとしても、そのことを理解しないでね、例えば、まあ、世間体が悪いとか、その、なんて言うんでしょうかね、その息子を愛するということよりも、理解しようとすることよりも、自分たちの立場とか、人々の目とか、そういうことの中で、むしろその子供に対して辛かったって、ここに書いてあるのは何て書いてあるかというと、神様が間違うわけないでしょう、そんなことを思うあなたがおかしいのよとなじったと書いてありますね。つまりその、そのゲイの息子を、まあ、なんて言うでしょうか、理解しないで責めたということですね。そのゲイの人たちがどれほどですね、世の中で冷たい目で見られて、どれほど孤独を感じ、彼らこそですね、本当にイエス様の愛が必要にもかかわらず、世間はその理解してくれない、冷たい目で見る、本当に孤独で、そしてここにあるようにですね、はい、クリスさん、おはようございます。クリスさん、おはようございます。この方はパソコンをやっていてですね、そのパソコンの中で多分ゲイ仲間がいまして、そのゲイ仲間で、まあ、その
孤独を紛らしていたんですが、でも彼のその告白の中にこういうのがあるんですね。そんな友達も実際に本当の友達じゃなかったって後になって気づいたわ。結局彼らは私とパソコンのスクリーンで週に5回会えば十分な存在だったのよ。つまりやはり芸仲間も本当の友達じゃなかったということには気づいたようですね。その親がですね、そのパソコンを全部取り上げて、携帯とパソコンを取り上げて、その、芸仲間から離されたということも書いてありますね。まあそういうわけで、そのある意味では世の中はですね、世の中は芸に対して冷たい、理解がない、差別するということに対しては私たちは良くないと思います。むしろそのように苦しんでいる、孤独になっている彼ら自身も、その悩んでいる、そういうことに対して私たちは愛を示さなければなりません。私たちは神の愛で彼らを愛する必要があるんだということですね。むしろクリスチャンこそ、その虐げられた人たち、弱い人たち、罪で苦しんでいる人たち、本当に社会から差別されている人たちをですね、理解し、そして、神の愛で導くというのがクリスチャンの立場ではないでしょうか。聖書ではですね、在留異国人をね、在留異国人のことを、ね、大事にしなさいという命令があります。孤児を大事にしなさい、またヤモメを大事にしなさいという、そういう命令がありますね。まさに神様は弱い者の味方なんだということですね。弱い者の味方です。ですから、よく私がね、その反日だと言いますけど、その聖書の教えの中ではね、その外国の方、特にね、その、日本にいる韓国人の方、彼らは少数派で差別されてきたわけですね。だからむしろかえってそのように少数派の人たちを応援する、守る、それがですね、その神様の愛なんですね。神様の愛ですから、ぜひ皆さん、その誰に対しても差別してはいけないんだということですね。どんな人、例えばですね、犯罪者に対しても差別してはいけない。神の愛というのは、誰でも愛する愛なんだということですね。日本人と同じ権利を与えてないことを差別だと理解、するべきだと思います。結局ですね、差別というのは罪そのものなんですね。罪そのもの。この記事の、問題はですね、クリスチャンでありながら、その神の愛を、神の愛で、持って芸の息子を愛していないということですね。その自分の立場、自分が世間体が悪いとか、自分が悲しいとか、確かにですね、自分の息子が、ゲイになることはクリスチャンにとってはとても辛いことかもしれません。しかし、その、
息子を愛する愛が必要なんだよということですね。その神の愛を持つことが信仰なんだよということですね。神の愛を持つことが信仰、そしてその神の愛が人を変えていくんだよということですね。ぜひ皆さん、その、現代社会の一つの大きな問題がこの同性愛の問題だと思います。私たちは、彼らを愛さなきゃいけないんだよということですね。彼らを理解し愛さなきゃいけない。もちろん、彼らだけではありません。いろんなことがあります。麻薬をやってる人たち、覚醒剤をやってる人たちのことも差別してはいけませんし、それから、いろいろなですね、精神的な病気の人たちに対しても、理解しなければ、ならないし、自分も神の愛で成長し救われました。その犯罪者やヤクザの人たちに対しても、神の愛が必要です。誰に対しても愛が必要だ。かえってそのクリスチャンがかえって、聖書に禁じられてるからといって差別していいわけはありません。むしろ神の愛を示して、神の愛を示して罪を愛で覆うという、罪を愛で覆う、そのような、そのようなあり方がクリスチャンが、初めてできるのではないでしょうか。私たちはこの世の問題に対してですね、この世の問題に対して、私たちは答えを持っているんだということですね。この世はその神の愛を知らないんですね。この世は神を知らないと同時に神の愛を知らないんです。ゲイの方々もゲイ様によってね、ゲイ様によって、悪霊が出てって癒されて、その本当にこのクリスチャンになることができます。アメリカにはそういう元同性愛で癒されて、そして牧師になった方もいます、私の放送の中でも、同性愛が治った方もいます。それはその信仰によって、その、お酒をやめたとか、タバコをやめたとか、ゲームのその、束縛から解放されたとか、ギャンブルから解放されたとか、それと同じことなんですね。いろいろな憎しみがなくなったとか、恨みがなくなったとか、そういうことと同じように、イエス様の力で、変わるんだよ。イエス様の力でこの、悪いものがなくなっていくんだよ。ですからぜひ皆さん、私たちは誰でも弱くて、誰でも救われなければならないんだ。それが本当の愛なんだよということですね。ぜひ分かってください。罪を憎んで人を憎んではいけないのですね。この間もちょっと言いました。世の中は罪を愛して
人を憎みます、ね、罪を憎んで人を愛します。あ、ごめんなさい、罪を愛して人を憎みます。しかし神の愛は、ね、神の愛は、罪を憎んで人を愛します。罪を憎んで人を愛します。ですから私たちは、ゲイの同性愛の人たちを愛さなきゃいけないんだということですね。同性愛の人たちを愛さなきゃいけないんだということです。例えばですね、同性愛だけじゃないですよ。例えば不貧困もダメなんですね。不貧困、多くの人たちは不貧困を愛して人を憎みます。不貧困、不貧困というのは結婚外の男女の性関係ですね、結婚外の男女の性関係ですが、世の中はそれを愛して、ね、そして人を憎みます。それで、その、クリスチャンはですね、不貧困を憎んで、不貧困を憎んでその不貧困をしている人たちを愛します。不貧困は認めることはできません、ね、それは神の前で悪いことだから。だからといって不貧困をしている人たちを憎んだりしません、ね、それと同じなんですね。それと同じです。だから同性愛も、良くないですが、しかし同性愛をしている人たち、同性愛の人たちを憎んだりしてはいけないのですね。ですから、ぜひ皆さん、本当の見方、本当の判断、神の愛を持たなきゃいけないんだということですね。不貧困をしている人たちに対しても、犯罪を犯している人たちに対しても、その外国人に対する人たちも、そのさまざまな、ね、虐げられている人たちを私たちは、愛さなきゃいけないんだということですね。はい、ぜひ皆さんその正しい判断を持ちましょう。イエス様の教えの中で、イエス様の教えの中で正しい判断を持つべきです。はい、他の罪に関してはこういうふうに書いてあるんですね。他の罪、ちょっと読みますね、ローマ1章28節にこう書いてありますね。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言う者、そしる者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、大言相互する者、悪事を企む者、親に逆らう者、わきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者です。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。この最後のところにですね、慈愛のないもの、つまり愛のないものも良くないという書いてあるわけですね。まさにですね、クリスチャンでありながら、クリスチャンでありながら愛がなければダメなんだよということですね。世の中の人たちが、ね、結局は愛がないということですね。結局愛がないんです。ですから私たちは
その一人一人が神の愛を学ぶ必要があるんだということです。私もそうです。私も、普段、悔い改めてですね、その愛のあるものになりたいんですね。愛のあるものになりたいです。ですからこの世の問題は全て、ね、神の愛がないということが問題なんだということです。あらゆる問題、あらゆるそのことがですね、その神の 愛がないため、神の愛がないための問題なんだよということですね。あ、ごめんなさい、なんかちょっと、すいません、ちょっとですね、はい、画面が変わっちゃいました。すいません、ちょっと画面が切れちゃいましたね。はい、この世の問題は全て、ね、そのように、神様の愛がないための問題だということです。憎む、差別する、嫌う、これはまさに愛がないことの反対なんだよということですね。愛がないことの反対なんだよ。私たちはその本当の鍵を知りました。その社会の鍵、人間の鍵、人生の鍵、それは神の愛が必要なんだということですね。神の愛が必要なんだ、それが、神の愛がないというのは社会にね、この社会に神の愛がないということです。ですから、この社会には神の愛が必要なんだということですね。はい、そのことがぜひ皆さんに分かってほしいです。それでは、あ、角笛を忘れてましたね。角笛、ちょっとまだ朝早いのでもうちょっと時間経ってからにします。それではですね、明石タイム先行きましょうね。明石タイム、はい、今日の、ね、あ、ごめんなさい、イエス様を信じて、差別は良くないんだ、愛することが大事だということが分かった証。イエス様を信じて、人を愛することが鍵だということが分かった証、スタート。イエス様を信じて、神の愛で人を愛することが全ての問題の鍵だということが分かった証、スタート。神への愛が大事だと分かりました。自分を愛することができました。同性愛者を抱きしめたいと思った。この様子を見て芸が治りそうな気がした。今日の放送でキューちゃんのことが好きになりました。全ての人がイエス様を愛せば戦争がなくなると思う。他人を愛することで人生の不安がなくなりました。神の恵みで生活がちゃんとできます。
ゲームを同じ人間だと分かった。この放送でいろいろ分かりました。不貧困は絶対にしないと誓いました。夫にたくさんの愛を送り続けようと思った。アメン。それはいいことですね。いいことです。ゲイ放送を見るのをやめた。ゲイを差別するのをやめようと思った。差別はどんな理由があろうといけない。天国に行くためにゲイを直そうと思った。アメン。アメン。欲のままに生きるのは恥ずかしいと思った。イスラム国とイスラム教は別物だと分かりました。以前は在日を憎んでいた。今は悔い改めたい。愛を注ぐことの大切さを分かりました。この放送ゲイの掲示板で教えたい。イエス様の愛で芸が治りました。キーちゃんと共にイエス様の愛を伝えていきたい。朝からこの放送を聞くことで一日中清い心で過ごせます。イエス様の愛を追いかけて全てが変わる。ゲイにも心があると分かった。改心できた。慰安婦に謝罪したくなりました。ゲイを治したいと思いました。神様ありがとう。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、例えばですね、こういうふうに考えるといいと思うんですね。例えば情欲でね、女性、情欲を持って女性を見る者は心の中で会員をしているというふうに書いてあります。マタイのですね、マタイの5章の28にこう書いてありますね。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。皆さん、情欲、性欲ですね、性欲で女性を見る、ね、男性ならみんなそういうことがあると思うんですが、それはもうすでに心の中で罪を犯したとなります。つまり全ての人がそういう罪があるんだということですね。でそれと同じだと考えればいいですね。つまり男性を見て情欲を持つ、女性を見て情欲を持つことも罪ならば、男性を見て情欲を持つことも罪なので、結局のところ、同性愛だけが罪ではないんですね。そういう女性を見て情欲を持つことも罪なんだということです。そう考えると、その罪の問題が見えてくると思うんですね。罪の問題が見えてくる、つまり同性愛だけが罪なんではないんだということですね。その同性愛じゃない人でもですね、情欲を持って女性を見たらもう罪なんですね。だから皆さん、そのことを考えるとね、その私たちは、人間はみんな罪人なんだ、人間はみんな罪人なんだということでね、同性愛の人たちだけがその情欲で同性を見てるのではなくて、私たちも異性を情欲で見てるじゃないか、異性を情欲で見てるじゃないか、もうそれが罪なんだよと聖書が言っているわけです。しかしその罪をイエス様がその、取ってくれる、ね、イエス様がその罪を許してくれる、取ってくれる、それが十字架なんだよということですね。ですからその、同性愛の問題を見るときに、人間の姦淫の問題、ね、人間の情欲の問題、そのことを理解すれば、その人間の罪の一つなんだよということであって、全ての人間がそういう性的な罪を持っているんだよということですね。全ての人間が全て性的な罪を持っている、自分も持っているんだよ、性的な罪を自分も持っているんだよというところから、全ての人が救われなければならないんです。はい、皆さん、その理解できたでしょうか、理解できたでしょうか。はい、イエス様は優しくかっこいい神様ですね。同性婚、もちろん同性婚も、禁じられてますね、禁じられてます、男性女性を作ったのは神様で、そして結婚制度を作ったのも神様です。ですから同性婚や一夫多妻は、禁じられていますね、禁じられています、神様の秩序が大事なんですね。世の中はその不貧困も含めて、ね、不貧困を含めて神様の秩序を壊しているんです。神様の秩序を壊しているがために、そのいろいろな苦しみを、
人類が負ってしまっているわけです。人類が神様のその教えに従わないために、人類自身が、社会全体がですね、いろんな問題で苦しんでいるんです。ですから私たちは神様の教えを守って、神様の教えを守って、神の国を求める必要があるんです。神のその、神の愛で、神の愛で愛し合うという、神の国を求める必要があるんですね。はい。はい、広告ありがとうございます。今日は雨のためにあの部屋から放送しています。つまり、ゲイの方も、イエス様を信じることによって、解放される、罪が許される、そしてゲイも治っていくんです。それは、多くの人が治りました。問題はですね、問題は、ゲイかどうかということではないんです。問題はイエス様を信じるか信じないかということですね。イエス様を信じるか信じないか、それはゲイの 方だけではないんです。すべての人間が問題なんだ、問題なんです。イエス様を信じなければ、結局は罪の中にいるんだということですね。罪の中にいるんだということです。誰でもイエス様を信じることによって罪から離れることができる、悪から離れることができるということです。神様はそのゲイの問題を通して、ゲイの問題を通して人間の罪の浮き彫り、つまり差別してしまうとか嫌ってしまうという、人間の罪をですね、この浮き彫りにしてるんではないでしょうか。私たちは自分の罪を置いといて、自分の罪を置いといて人の罪を責めやすいものなんですね。人の罪を責めやすい、私もそういう傾向があります。で、大事なのは人の罪ではなくて自分の罪を、認識することが大事なんです。人の罪は許して、人の罪は許して人を愛するということが大事です。皆さん、そういうわけで神の愛が社会を良くするのです。神の愛が人間関係を良くするのです。神の愛が、この日本には必要なんです。私たちは今その神の愛を学んでいるんです。神の愛を学んでいるんです。はい。まあ、そういうわけで皆さん、私はそのこの社会の鍵を、社会の、問題を解決する鍵を知ったのです。この鍵をしっかり、私たちは使う必要があるのです。私たち自身が神の愛で生きるのです。難しいです。そう言いながらも、本当に人を愛せないものであることを、気がつきます。神の愛と言っているクリスチャンですら、それはある意味では、その宿泊してその神の愛を、学んでいます。でも本当にそれが鍵なんだということですね。鍵なんだということ。ですから皆さんにとっても
そうなんです。皆さんの、その人生にとって、皆さんの生活の中で神の愛があるかないかが大違いなんだということですね。神の愛があるかないかが大違いなんです。今年は日本に、世界に超特大リバイバルが来ますように。アメン、アメン。昔ですね、昔あのアブラハムの時代にですね、ソドムとゴモラ、ソドムとゴモラという町が滅ぼされてしまいました。それはやっぱり同性愛の町だったんですね。同性愛がはびこりました。そして神様はそのことでソドムとゴモラを滅ぼしました。同性愛の問題は今に始まったことではなくて、そのアブラハムの時代からそういう問題があったわけですね。それはもちろん同性愛の問題だけではありません。さっき言ったように不貧困の問題もあります。偶像崇拝の問題もあります。そういうですね、いろんな形で罪があります。しかし私たちはその、罪を犯している人たちを、理解しなければなりません。差別したり嫌ったりしてはいけないんです。イエス様も、その十字架に、かかって死んでくださったのはその罪人を救うためであり、罪人を愛しているということですね。私たちクリスチャンも、私たちは敵意とか悪意を捨てて、まあ、敵意悪意というのはまさにそういうことですね。敵意悪意というのはその、自分の、自分が思う正しくないと思う人たちを嫌ったり敵視することですね。敵意悪意というのはまさにその自分の価値観に合わないものをに対して敵意をむき出しにする、自分の敵に対して敵意を持つ、これがですね、罪なんですね。罪、人間の罪というのはまさにそういう敵意であり悪意なんですね。で、それがその敵意悪意を、イエス様が、取ってくれるためにこの地上に来たんですね。この地上に来ました。ですから皆さん、いかに人間の敵意とか悪意がこの人々の心を傷つけ、人々を、ね、この、トラブルが起きて、争いが起きて、憎み合い、争い合ってるということを見ましょう。敵意と悪意がですね、どれほど悲惨な状態になってしまうのか。そのたった一言の敵意が、たった一言の敵意がですね、どれほど人を傷つけるか、ね。聖書にもそういう箇所があります。例えばですね、マタイの5のですね、22節にこう書いてあります。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。その能なしとかバカ者と言ってはいけないということですね。能なしとかバカ者というのはまさに、悪意の言葉ですね。そういう言葉を言ってはいけない、そういう敵意の言葉を言うとその地獄に投げ込まれると書いてあります。まさにそれは、悪魔の言葉と言ったらいいでしょうか。
悪魔の言葉です。私たちはその敵とか悪魔の言葉を一切捨てなければなりません。私たちは悔い改めるということはそういう、ね、敵意悪意を捨てるということです。エペソの4章にはこう書いてありますね。エペソ4章29にこう書いてあります。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。無慈悲、怒り、叫び、一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。皆さん、これが大事なんです。悪い言葉は一切口から出してはいけません。私たちの口から悪い言葉が出てはいけないんですね。いつも人の徳を養うのに役立つ言葉を話しましょう。聞く人に恵みを与えるような言葉、聞く人に恵みを与えるような言葉を、語るんですね。で、お互いに親切にして、ね、イエス様が許してくださったように互いに許し合う。イエス様が許してくださったように互いに、許し合うということですね。はい、皆さんがその、実際にそのイエス様を信じて神の愛でですね、学んでくださっていることは本当に嬉しいです。証しの中で皆さん自身が変わってきて、神の愛に励んでいることを見て嬉しいですね。ぜひますます、そのようになってほしいと思います。牧師にとって愛とは何ですか？神は愛ですというね、御言葉があります。神様は愛です。ぜひ皆さんその、神の愛、神の愛がキーワードです。キーワードです。愛を求めなさいとあります。私たちは、本当に、隣人をですね、隣人を、そのイエス様の愛で愛そうという、そこに神の栄光が現れ、そこに神様の喜びがあるんだということ、ぜひ皆さん、素晴らしいその、目的があるんだということですね。生きている目的はまさにそこにあるんだよということですね。はい、皆さん、今日はですね、ちょっと外じゃなくて部屋でやったので、この8時で終わりたいと思います。申し訳ありませんね。招きをしたいと思います。明日またチャススクールがありまして、7時の放送もありますが、10時のですね、10時の英語聖書の授業
の放送も一応明日する予定です。チャンネルではなくて一般込みでします。はい、それではですね、マルキをしますね。今日の放送を見てですね、今日の放送を見て、その差別をやめて、差別をやめて、どんな人をも愛していこう、神の愛を愛していこうと思う人、アメンと言ってください。敵意を捨てて、悪意を捨て、差別を捨てようと思う人、アメン、アメン。どんな人に対しても、どんな人に対しても神の愛で愛そうと思う人、アメン、アメン、アメン。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 それでは、お祈りしましょうね。はい、お祈りします。天の父様、感謝します。今日は同性愛について学びました。私たちは、自分が理解できないもの、自分が受け入れたくないもの、差別し拒絶する性質があります。しかしイエス様、ごめんなさい。私たちがいろんな人に対して見下したり、差別したり、嫌ったり、憎んだりしてきた、その罪を許してください。神の愛がないために、神の愛がないために人を平気で傷つけてきた、人の心を理解しなかったことを許してください。どうぞイエス様、今アメンと言った方々が敵意、悪意がなくなり、誰でも愛せるような、神の愛で人を愛せるように導いてください。どうぞ、日本中、世界中の同性愛の方々が、差別されて傷ついていると思いますが、彼らの心の傷を癒してください。彼らの心の傷を癒し、あなたによって癒されますように。イエス様を知って、イエス様の愛を受けて、彼らの心が癒されますように。彼らの心が癒されますように。イエス様、どうぞ世界中の差別されている方々の心が癒されますように。敵意や悪意によって作られた心の傷が癒されますように。全世界の人の心の傷が癒されますように。全世界の人たちの、差別されている人たちの心が癒されますように。癒されますように。癒されますように。世の中の人たちの敵意が